僕は基本的に、ね、僕の家だけの話をすると、僕日本の学校にこの先も入れる気全くございません。はい、今のところも全くないし、これからもない。今のところも日本の学校、幼稚園ですか、うち4歳ですけど、幼稚園今年中に一応なるんですかね、はい、行ってません。はい、でそれは本来は日本の、ちゃんとしたその学校とか幼稚園の方が、そこがまともだったら行ってくれた方が本当は僕も助かるとは思ってますけど、今は残念ながら海外系の学校とか幼稚園と比べても日本の学校は終わりに終わってるので、そこに行かせるよりはよっぽどそっちね、そうじゃない方が、先々もいいかなと思って、そういう判断で僕自身はやってます。はい、あとまあ海外の方の方が今の時代は、まあ本人の個性を伸ばすっていう教育に基本的に結構傾倒してますが、日本はその逆でまだどちらかというともだからもう何ですかね、全体主義みたいな。そういう話で結構進んでますので、そういうのもまあ僕の性格見てもらってもわかるかもしれませんが、うちの子はもっとお手間ですので、とても合わせれるとは思いませんので、そういうところには行かせないというふうに一応してます。で、まあそういうところだと結構ですね、親の方針にもですね、賛同してくれるとか、親それぞれの方針で結構賛同してくれるところが多いです。例えばインターナショナルスクールであっても、シュタイナーであっても、ナバルもそうですけど、インド系のスクールでもそうですけど、うちはね、いろんな、まあ、宗教じゃないけど方針上の理由でワクチンとか牛乳とか飲ませないとかって言っても、そういうところは結構受け入れてくれるところが多いです。日本は全然ダメですね、はっきり言ってね。はい、でそういうところもあって、そういうところを選択してるというところもありますし、ただお菓子とかは食べちゃってる時は食べちゃってますね。もうそれはもう一応僕も学校の面談とか一回行ったことありまして、牛乳はちょっと飲ませないでほしいと、これは体の問題もあるからって言ってますが、お菓子とかはもう給食みたいなの出ちゃいますから、その時は子どもの自由にさせてくれっていうふうに言ってて、それはそれで OK と、ただ出すのを止めるまではこちらはちょっとできないのでって言って、それはそれで構いませんってこちらは言って、あとは子どもに甘いもの食べないようにって、虫歯になるからって言って実際あんまり食べてないみたいですね。まあ、そういうことでなんとかまあやりくりしてると。でワクチンはワクチンで、まあ、僕はやっぱりね優位な立場なんです、医者だから。はい、いや僕ワクチンも絶対ダメですよって言ったら先生がびっくりした顔しますけど、でも僕のところの担当の支店生はたまたま運が良かったのか、アトピーのね、家族を持ってる、その学校のね、その幼稚園の先生だったんですね。だから化学物質ダメだっていうことはすごいすんなりと頭に入ってくれて、でワクチンもなんですかって言われたけど、もうそうですよ、頑張ってちょっと調べてみてくださいって、ついでにせっかくだからじゃあ僕の方差し上げましょうかって差し上げてありがとうございますって言われましたけど、もうそれでも全然何にも学校では何も言われませんしっていう形で一応ねやりくりしてます。ただこれは僕の家の話で、まあ、僕の立場もありますから、ある意味特殊は特殊でしょうね。で本質的にというか、まず即時的に言えば、ワクチンを避けたいとか牛乳を避けたいとかっていう場合とかは、一番手っ取り早いのは、まあ、診断書とか書くとかが一番手っ取り早いのは手っ取り早いです。ただこれはねちょっと卑怯っちゃ卑怯なやり方で、あとはぶられる可能性があります。はぶられるって仲間外れされるということですね。はい、で牛乳なんかは日本人は乳糖不耐症っていうふうにつけるだけでもほとんどの人が避けれるのでこれはいいんですけど、例えば僕もさっき小野も名前出した真由美貞夫さんはそれも書かないって言ってました。はい、そういう診断書俺は書かんって言ってましたね。で代わりに何するかって言ったら、牛乳がいかにダメかっていう資料をポンって渡されてそれを出してこいっつってって言ってやるっつって、だから僕は診断書も書かんっつって言ってましたけど、本質的にはそっちの方が正しいと思いますし、僕はその自分で資料をそれで揃えるんじゃなくて、僕が揃えるんじゃなくて、真由美さんはそれを揃えてこれ入ってあげてくるからまあ偉いなと思いますけど、僕はそれを自分で親が調べて、で自分で親が資料を揃えなさいっていうふうに言ってるのは言ってます。ただそれでもね今の時代それでもねもう聞きゃしないってやつがいる、ね、学校とかね保健師とかいてたくさんいるので、ただその時に医療的な診断書っていうのは法的拘束力が一応ありますから、はい、それを違反してあれしたらね、要するにその病気にさせる気でその、ね、学校のあれがやってるっていう口実が生まれますから、だから別に診断書に僕は意味がないとは思ってないのはないんですけど、はい、一応そういうデメリットがあるっていうことがあるので、それ考えながら
利用するときはしてもらえばいいと思いますね。一応僕のところでは例えば牛乳が嫌だとかワクチンが体に合わないとか化学物質に過敏だとかそういうことがあるときも全部診断書とか書いて、はい、でワクチンとか毒だからダメやめろみたいなことをもうちょっと優しくね診断書書いたりとかもしてるのはしてます、はい、でそれは他のところでもやってくれるところあると思いますけど地方に行くとやっぱりちょっと少ないのは少ないみたいですね、はい、そういうことでやってます。ただ、結局いつもこれで同じ話になりますが本質的に言うと、ママちゃんたちが学校で集まってでそれで対抗運動をしろってそれしかないです、はい、必ず一人だけ自分助かろうと思うと後で必ず失敗してきます、はい、そうじゃなくてそういう、ね、自分のママの周りの人たちとか集めたりそういう人たち例えば公園誘ったり本を見せたりとか何でもいいですけどねそういうことから疑問を持つ人を増やしてでそれで、全員で対抗運動をしなきゃいけないでそれをだから全国中でやってるのが例えば日本でいうと給食運動だということです、はい、給食運動っていうのは、パンとマーガリンと牛乳やめてで、まあ、玄米とかねそういう和食と味噌汁とっていうふうなことで始めてであと、ね、肉とか魚とかもねちゃんといいものっていうんですかしょぼいやつじゃなくて、ね、食べるとかそんなんじゃなければお弁当の方がまだいいかもしれませんけど、まあ、そういうふうにするっていうふうにする、ね、動きが、まあ、給食運動ということになりますけど、まあ、そういうのをね、まあ、全国でやっててもまだやっぱり数が少ないので、ね、教員たちはびくともしないみたいなところありますからその数を増やすっていうふうにするしか現実としてはないかなと思います。でまあ、その延長で言うとねほら今日児童相談所の話とかも結構しましたけど結局ね同じなんですね、はい、口コミいかに広げるかっていう情報をいかに広げるかしか現実的な対抗策はありません、はい、児童相談所さっきもね鶴瓶さんも言われてましたけどもさらわれたら基本的にはもうものすごい大変です、はい、絶対帰ってこないのまで言わないかもしれないけど基本的にはもう帰ってこないと思った方がいいぐらい大変なんですね。そうすると何がそういう時にね使えるかっていうともうその手前で要するに児童相談所がやばいって知ってる人はまずそれを防ぎやすい近づきにくいから、はい、でもう一つはだから自分たちのお母ちゃん人脈です、はい、でお母ちゃん人脈でさらわれた人でね何て言うんですかねさらわれたんだけど要するに お母ちゃんたちみんな仲良かったわけ十何人も二十何人も仲良くてでその人たちはみんななんでさらわれないかんねアホかみたいな感じで結構みんな母ちゃんたちが騒いでくれてでみんなだから子供付き合い親付き合いしてるわけだでだからそれでみんなね乗り込んでいってくれるで乗り込んでいってくれてで児童相談所としてみればまあもう裁判とかになっちゃうともうある意味相手も意固地になっちゃうので、まあ、結局徹底的に潰すしかないんですけどねそうじゃない場合とかっていうのはそのバレることを恐れるという側面があります。だから裁判なんかも黒塗り仕様とかでいっぱい出してくるのはもうだからやばいことやってるって自覚があるからです、はい、だからそうするとやっぱりこの児相の話をしてみてもやっぱりワクチンのこととかそういうのにしてみても同じで要するにその世の中で知る人が増えれば増えるだけ彼らの行動は変わっていくっていうか変わらざるを得ないっていうになりますので要するに今やりたい放題やれてるっていう一番の理由はみんなが知らないということにやっぱあると思いますので、まあ、そこをですねもう本当にみんな、口コミでね広げていってほしいなと思いますし、まあ、その時の話し方ですねあとね、はい、いや本当に児童相談所とか絶対近寄っちゃダメだよって言ったらあなた頭おかしいんじゃないって言われますから、うん、そうじゃないもうちょっと話し方にも工夫があると思いますので、うん、なんだっけちょっと私初めて聞いたんだけどみたいな、うん、初めて聞いたわけでもないのにね昨日初めて聞いたんだけどとかって言ってちょっとなんかその新聞とかあれで見たんだけど今例えばねワクチンちょっと本気でやばいらしいわよみたいな私も昨日まで全然知らなかったんだけどっていや知ってたんだけど知らないって言うときにですだからいろんな話し方あると思いますけど、うん、そういうふうにしないと要するに何も知らん人って反応もしなければなんていうの本当に頭おかしいんじゃないみたいな自分にとって自分が信じてることと真逆のこと言われますからそれを受け入れるの困難なんですね。はい、でもそのちょっとしたこう工夫でえマジみたいに思う時がその人にも来ればまあ戦いで勝ちですね、はい、そういうふうな皆さんの話し方なんかももちろん大事だというふうに思いますし本当に児童関係の話も同じような話で、はい、
そういうこううまい話し方っていうかね、そういうことも肝心かなというふうに思ったりはしますね。はい、一応即時的にそういう対策と長期的な対策とっていうことで、はい、なんかお答えになりましたでしょうか。